ドリアン助川です。ライブ前の楽屋です。僕はハンセン病の療養所で生涯の大半を過ごさなければいけなかった人の物語をアンというタイトルの小説にして書いたんですけども、それはまずハンセン病があったのではなくて、人は何のために生きるのだろう、人はどんな風に生きたら幸せなのだろうということを自分の中の問題として突き詰めていった時に、あの療養所の中で一生を貫いた人たちというのが僕にとっては何て言うんでしょうね、本当の意味でのヒーロー、本当の意味で生き抜いた皆さんというふうに思えた時がありまして、20年かかってそれを書きました。で、思いというのはね、本当に一つだけなんです。本来であれば、囲いの外を出て、歩くことができたはずなのに、いろんな失態があったと思うんですけども、あの中に閉じ込められてしまった皆さん、でもそこで自分の人生を捨てるのではなくて、よりよく生きようとした皆さんがいらっしゃる。僕はハンセン病の患者の皆さん、元患者の皆さんから学ぶべきことがたくさんあると思っています。本当に強い心を持った皆さんだというふうに思ってますので、考えてもらいたいな、あの中で生き抜いた人々のことをと思います。ドリアン助川です。ハンセン病の差別をなくそう。 Think now ハンセン病。